ドクターハウスシーズン 5, ズン5ファーマン君のドクターハウス観察日記のーこんにちはミュージシャンとしてもやや有名なファーマンです僕の師匠は診断医ドクターハウスどんな病気もピタリと当てる天才医師なのです僕らは通常チームで診断に当たります肺の傷と。 星によるかゆみ、考えられる原因を言え。クラミジエ食物アレルギーはアレルギーなわけないじゃない。いや、アレルギーから肺炎を起こす例もあんだよ。まさか。そんな研究信じるのクラミジエだって。いえ。きっとサルカイ同ーか川崎病よ。げえよ。サルコイドーシスよ。あんた黙ってえよ。ってねよ。ちょっとおかしいじゃよ。あんたってかんたちょっと似てる。あんちょっと似てるかぞ。あんたちょっと似てる。似てるかぞ。かあんたちょかよ。 かなり殺伐とした職場環境です。はいはいはい、肌、冷め肌。わかった。これは重金属中毒だ。違いますよ。患者は炭鉱労働者ですかクラミジアだって。重金属中毒だとすれば、原因は食事ですかいや、セックスだな。あの夫婦は変態行為が趣味ときてる。重金属プレイ。でもやってんだろうよ。 金属プレイって何ですかあの純朴そうな夫婦に限ってそんなわけありませんキャメロンなぜかばうお前も変態プレイに参加したかったのかああそれが俺と別れた理由かひどい先生はいつもこうやってディスカッションを積極的に盛り上げます私が先生に愛想をつかした理由は ウィルソン先生の作ったサンドイッチを先生が嬉しそうに食べてるからですあなた、ウィルソン先生とできたんだよこれ <laughs> 薄着たらへったいヘッダイおやつだもんいやお前はそう思いたいだけで実は変態プレイに興味があったんだだから俺を捨てたこのメス豚目山ガールそれともウィルソンのサンドイッチがそんなに食べたかったのかんはっどうしたんですか 分かった肺炎でも重金属中毒でもない犯人はあの神さんだあの女もサンドイッチを持っていた普通の夫婦があんなにいっぱい食パンを持ってるわけがないワマンあの夫婦の家を見てこい潜入捜査だちっきしょわけがわかんないよ痒みと食パン関係あんのかよクラミジアだよ絶対あはは 伝染病だと救命できてよかったな俺ホーマンはどうしたそれがハトに伝染病を移されてしまいました災難だったな伝染病らしいぞまあ大方拾い食いでもしたんだろう何言ってんですか感染しちゃったじゃないですか助けてくださいよああ悪い悪いすぐ検査しようその前にお前日本人の北野武の映画に出たらしいなあれ紹介してくれねえか てめえ、絶対殺す、えーえーえー